境内入口天佑川田神社は、大阪府柏市高井田にある神社。式内社で、旧社格は孫社。奈良時代に、聖武、高賢天皇が巡拝した河内六寺の一つである、鳥坂寺の塔跡に鎮座し、境内は、柏市立高井田公園として整備されている。天佑川下の命、雨の小屋根の命、大日霊気命の御柱を祀る。このうち、 天佑が挙げた命は、当地近辺を支配していた古代氏族鳥取連の祖神とされる。創建連代は不詳だが、境内地にあったとされる鳥坂寺は、鳥取市の宇治寺あり、和名類受賞には、河内国大県軍に鳥坂里と鳥取里の記載があることから、近くにある宿名、川田神社と共に鳥取連が祖神を祀ったものとされる。縁技式神明朝には、 河内国大県軍店湯川わ神社と記載され、商社に列している。中世から、近世は、河田大明神、大宮大明神、春日社などと称していたが、明治5年に現社名に改め尊社に列した。境内は現在、柏原市立高枝公園として整備されており、公園内の高台の頂上に社殿が立ち並んでいる。境内には、 古代寺院の一つである鳥坂寺の遺構があり、昭和36年の発掘調査で、陶心祖と雨落ち溝が発見された。陶心祖は、基断面よりも深く埋め込まれた地下式神祖で、一辺1.2メートル、厚さ63センチメートルの花崗岩製。柱穴の直径は、底部で50.5センチメートル、深さ15.5センチメートルの円錐形のシャリコがあり、 土層の観察から新柱を粘土で巻き、さらに木炭と小石混じり土で五層に埋め立てていることが分かった。柱穴の大きさや深層と雨落ち溝の距離から見て、塔は高さ20メートルの三重塔で、7世紀中から後半にかけて建立されたものと推定される。ありがとうございます。